皆様こんばんは。昨日と同じような、構図から始まりましたが、球場の駐車場を出まして最初の信号を待っているところでございます。オリックさん負けました。神戸での最終戦を白星で飾ることができませんでした。結果的に言うと今日もね、やっぱり打てなかったという感じ。確かにね、今日はね、今井投手は7回までは良かった。球ももちろん来てるし、変化球、カットボールがね、ほんと素晴らしかった。もうことごとくこのオリックスの選手のバットの芯を外すという感じで、素晴らしいピッチングだったと思いますが、なかなか。で、その中でこう、やっぱりね、打てないとなると逆にこう、ピッチャーも頑張ってほしかったんだけど、黒木くんが今日先発してね、3回失点1。で、ここでマウンド降りたんですよ。で、中盤4回から継投に入ったんだけども、結局まあ、後から思えばね、中盤の失点というところがね、やっぱりこう、命取りになってるんだよね。だからまあ、打てないっていうのもあるけども、今日はピッチャー陣も、という感じではありましたね。やっぱりまあ、いつもいつもね、うまくいくとは限らないんだけれども、そんな中で、今日は、なかなか難しいゲームではありましたよね、本当にね。角度変わってこんな感じで球場が見えます。36バイパス出ました。ね、今シーズンもこの風景は、見納めということになりますね。皆さんも、ホットモットのこの外観、ナイトアーの外からの、画像ですが、映像ですが、こんな感じでございます。なかなか雰囲気もあって緑も多くてね、俊平太くんも大好きな球場というふうに言ってる球場ではありますが、その球場を後にしまして、また三陸バイパス、ドライビングバージョンでお送りしておりますが、皆さん本当に、お疲れ様でした。もう残念です今日は。8回はね、3点を返して、結果的には4対3という1点差のスコアなんだけれども、内容的には完敗だったかもしれない。もちろんその、相手の、フォアボール、デッドボール、エラー、ミスを誘うっていうのも、それはオリックスがプレッシャーをかけてるからっていうことは言えるかもしれませんけどもね。ただそこでこう、一気にそのミスにつけ込んで、いくという感じではなかったね。押し出して1点返した後、その後、宗君のサードゴロ。強い当たりだったんで、難しい打球なんだけども、佐藤龍生選手が、後逸といいますか、取れずに、記録エラーなんだけど、当たりは強かった。で、ランナー2人帰って4対3。なおもランナー2塁1塁でバッターボックスは杉本。ここでね、もうやっぱり、昨日さ、コールアップっていうか昇格して、で、昨日今日でしょってやっぱ期待するじゃない。もうね、ラオウさんの一発に、もうスタンドも盛り上がりましたよ。だけどやっぱりね、ダメでした。という感じで残念な結果に終わりました。ね、見せ場は、作って最後はね、今日本当にもう7回までもう雰囲気なかったんですよ、正直。だから昨日なんかは、花火が終わっても多くのお客さんがたくさん残ってらっしゃってね、今日はだいぶ花火で、スタンドのお客さん減りましたもん、やっぱり。それまでの内容がちょっと厳しかったんで。で、8回はそんな中で、ちょっと盛り上がったのよね。それはもう、良かった。最後みんなが大きな声で、かっ飛ばせっていう感じで、叫べたというのは、その見せ場をつけれたのは良かったんだけども、そこでやっぱりね、追い越していく、力が今日はなかったというか、現状その力が今ないのかな、打つ方にね、調子が良くないという感じはしましたね。昨日今日と非常にこう辛いゲームではありますけども、ずっと今シーズンじゃないや先週から負けたゲームっていうのは全部しんどい試合で全く打てていないんだけども、今日も本当にあわやシャットアウト負けという感じの内容だったから、7回まではね、だからまあそうか、先週火曜から始まった5敗は全部シャットアウト負けかなんていうふうにちょっと頭よぎってたんだけども、3点返してというところで、なんとかね、手は取れたんだけども、ただなかなかここという時の1本が出ないというところは、残念な結果になりました。9回もね、クリスキー投手がライオンズのもうストライク入らずに、なんかイケイケのムードはあったんだけども、あそこもなんか乗っていけませんでしたね。ランナー1塁で
3-2 からボール球でのファールフライもあったし、ちょっと辛かったですね。まあそんな感じで、まあもう皆さんも言いたいこといっぱいあると思います。でまあ僕もこうは言ってますけど、やっぱり正直言うとそれはね、言いたいこともあるよ。一人のファンとしてね、ファンとして見た場合は言いたいこといっぱいあるんだけど、まあ、そこはもうぐっと飲み込みたいと思います。皆さんも、まあ、そこはね、皆さんは、まあ、そこをいろんな風に自由に語れるのが、ファンの特権でもあると思うんで、そこはね、皆さんまた意見を、お聞かせ願えればと思いますけれども、まあ、僕はここは飲み込みますまあでもまた球場も変わるしね、はい、千葉に行ってもう一回出直してやってほしいですね。そんな風に思ってます。で本当今がそこだと思って、そこっていうことはこの後も上がり目しかないという風にいいように考えてさ、ポストシーズン、まあ、まず優勝しないといけないんだけどもね、まず優勝、なんとか優勝までこぎつけて、苦しいけれども、ね、一気に勢いに、ね、ないけれども、一気にいけないけども、そこは苦しみながらもなんとか優勝勝ち取って、今がそこというところを考えて、上がり目を信じてね、ポストシーズン待ちます。ただそのポストシーズン待ちますよりもまず優勝なんでね、そこなんだよね。で結局さ、やっぱり先週、まあ、3勝3敗で切り抜けてマジックも減って16までいったっていうところで、やっぱりこうなんかこうね、首位を独走するとか、そういうなんかさ、風潮だったじゃない。でも決してそんなことないんだ。やっぱり相手も必死だしね、そう簡単に勝てないんだけれども、そう簡単にも勝てないということを今はチームとしてね、肌で感じてると思うんで、はい、まあ、なんとかね、ここを乗り切って、優勝をまず勝ち取って、ね、その海の苦しみの中で、また一つ成長していってほしいなと思いますね。そう簡単に優勝できるもんじゃないと思う。もうそれはもう僕は心の底からそう思ってますんで、はい、メディアが、独走の優勝とか言うけれども、そんな簡単じゃないんですよ。でそれはおそらく中島監督も含めてチームは感じていることなんでね、まあ、そこを乗り切って、次のステージに進んでいけるように頑張ってほしいなというふうに思うわけであります。今日はエンジン試合中に打てない中、組んだ時にはそのエンジンの中心には水本ヘッドコーチがね、いらっしゃって、水本コーチヘッド自身がこう選手たちに声激を飛ばしていたっていう、シーンを見て、やっぱりこうチームとしても、何とかしないといけないって気持ちは強いと思うんですよ、本当にね。だからまあそれはちょっと結果には今日繋がりませんでしたけれども、また次の週末からの千葉でのゲームをしっかりと見ていきたいと思います。今追い越したさ、バイク、原付のバイクの女性なんだけどさ、颯爽と走っていたんだけど、オリックスのユニフォーム姿でした。それじゃあまた、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。